はい、速稼塾の久保でございます。まあ、速稼塾も2013年から始まって2020年まで、もう7年8年になるんですよね。まあ、速稼塾では主にですね、お金の稼ぎ方っていうものを提供してるんですね。じゃあどんなお金の稼ぎ方があるのかと言いますと、例えば今ねメインでやってるのは FX ですね。FX ってのは知識がつけば勝てるようになります。どんな知識かというと、テクニカルというね、こちらの方を学んでいけば、まるでですね、数学の公式を覚えている人が数学の問題がスラスラ解けるように、結果が出ていきます。これが一つ。そして今通信利権というものがあります。携帯電話の格安プランを進めることによって、こちらの方もね、大きな利権になっていく、要するに、安定収入ですね。こちらの方が携帯電話を利用する人がやめない限り、どん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 収入が上がっていくというね、夢のあるプランになっております。こちらの方を一緒にやっていくということがありますね。その次はね、ネットワークビジネスです。ネットワークビジネスは人間関係のビジネスですから、自分一人でやってるようでいて、多くの人にお世話になってるわけですよね。特にアップラインとダウンラインをきっちりとつないでいく、そして責任を持った情報を発信していくのが、このネットワークビジネスを攻略する一つの大きな要因になってますんで、情報発信が苦手とか人と関わるのが苦手って人は、これは向かないことになってます。まさにね、人に商品を紹介しないといけないビジネスですから、紹介が苦手って人はネットワークビジネスに参加しない方がいいんではないかなというふうに思ってますね。次は新カジノ利権ですよね。カジノってものは今実は新しいビジネスとしてものすごく脚光を浴びてるんですよね。もうテレビ CM も始まりまして、その表には出てこないカジノというものを支える業者の一部になって、ずっとね、権利収入をいただくということになってます。これも今年から日本では大々的になってきたのかなと思ってますんで、こちらの利権の方もね、毎月毎月報酬を私の方に運んでくれてますね。こういうふうにですね、いろんなね、稼ぎ方があるのを一つ一つ解説していく。しかも毎日ですよ。毎日動画で解説しているのが速稼塾でございます。肝心なのは自分の気持ちがどこにあるのかってことなんですよ。本気で稼ぎたければ、本当に稼ぎってのは振り向いてくれます。ただね、生半可な気持ちとか暇な時にやろうっていう程度でしたら、稼ぎやお金は必ず振り向いてくれるとは限りません。それはもう運任せになっちゃいます。ですんでね、意識して確実に当てていく、その知識を情報を発信して、私は皆さんにね、しっかりと自分の人生を歩んでいただきたいかなと思っております。さあ、速稼塾も今第3フェーズを終わろうとしています。9月末で一旦終わります。ただ10月からまたね、10、11、12月と3ヶ月のフェーズが始まりますので、こちらの方も期待していただきたいと思います。で、9月までに速稼塾に入塾された方は、手続きなし、追加料金なしで、そのまま10月からのコースもご受講できます。これも今までと変わりありません。これからもね、速稼塾をよろしくお願いします。それでは、失礼します。